行田バイパスは埼玉県羽生市から熊谷市までの約 10km の区間を結ぶ国道125号のバイパスである。現地標識では125号バイパスと案内されている。なお、2018年7月までに原動化した。行田バイパス、行田市和田付近埼玉県行田市の市街地を通過していた旧道が狭く、信号機も多く混雑するため計画された。 2014年3月現在、行田市荒木地区から秩父鉄道秩父本線をまたぐ行田大橋までの区間で4車線化工事が2015年度中の完成を目標に進められ、2016年には既存の橋の北側へ、羽生市方面の2車線の橋が新設、その後2017年3月には既存の橋を熊谷市方面への2車線化が完了し、晴れて、 バイパスが完全な4車線となった。終点の上の交差点から、さらに直進して、熊谷駅前まで直結する通りが2019年4月13日に開通したが、これは、国道125号ではなく、埼玉県道128号、熊谷羽ブ線の振動であり、行田バイパス、国道125号としては、同交差点が、終点のまま変更はない。終点部は、 戦術の通り十字路になっているものの、実質的には交差する国道17号、熊谷バイパスの高崎方面へ合流、分岐するような構造となっており、東バイパス終点下り線側は、熊谷バイパス下り線高崎方面へ通行を優先する構造になっており、逆方向の熊谷バイパス上り線から、東バイパス上り加速方面への分岐は信号を介さず、通行するランプ構造になっている。 この行田バイパス、熊谷バイパス、高崎方面間は上下線とも通行車線が赤く塗りつぶされ強調されている。また、東バイパス手前の国道122号との重複区間からの分岐点により、全区間において案内標識上でも高崎熊谷方面と案内されている。この間に、道の駅行田建設計画あり終点上の交差点角に、 道の駅熊谷建設計画あり、ありがとうございます。